淀川長春、淀川長春、淀川長春、1909年、明治42年4月10日から1998年、平成10年11月11日は、日本の雑誌編集者、映画解説者、映画評論家。約32年にわたって、日曜洋画劇場、テレビ朝日系列の解説を務め、人懐っこい笑顔の表情で解説を進めていくことで、淀長さん、 淀さんと呼ばれるほどに多くの視聴者に親しまれ来た。また同番組の解説の締めくくりには毎回、それではまた次回をお楽しみに、さよなら、さよなら、さよなら、と強調して言う、独特の語り口から全国的に有名になり、さよならおじさんとも呼ばれた。兵庫県神戸市にて、芸者置屋の後取り息子として、父、また父、母、龍のもとに生まれる。 実母は父の本妻の命に当たった。長く病心で自分に子ができないことを悔いた本妻が目かけとして命を夫に推薦したのだった。本妻は生まれて間もない淀川を病床で抱かせてもらい安心したように数日後に永民。実母がその後本妻になった。姉が二人と弟が三人いる。映画館の株主だった親の影響で 子供の頃から映画に精通。母、竜は、港川の活動写真館で、喜劇映画を見ていた時に散気づいたという。旧制の兵庫県立第三神戸中学校、現兵庫県立長田高等学校を卒業後、日本大学法文学部美学科予科に席を置くが、出席せずに中退。なお、中学時代には、自ら企画して、 毎月の全校生徒による映画鑑賞を実現させている。日大に入学のため1927年昭和2年に上京した際、かねてから投稿を行っていた雑誌映画世界南部慶之助編集長の社員募集を見て編集部へ出向きそのまま採用され、編集者として活動。しかし百二十九年昭和四年に神戸の実家へ戻され、 姉の経営する輸入美術品店、ラールエヴァンタイ輸で勤務する。その後、知人を介して1933年、昭和8年にウーア、ユナイテッドアーティストの大阪支社に入社する。なお、大阪支社勤務時代の1936年、昭和11年2月に、来日したチャールズ・チャップリンとの会談に成功している。その後、ヨド川は日本における、チャップリン評論の、 大一人者と言われる。その後1938年、昭和13年に、モダンタイムス風切りに伴う宣伝体制強化を受けて、東京支社に移り、ジョン・フォード監督の駅馬車の宣伝などを担当する。1941年、昭和16年12月の日米開戦後の1942年、昭和17年に、東方映画の宣伝部に就職。この時期、後に、 世界的な映画監督となる黒沢明と出会い、二人は生涯の親友となった。1945年、昭和20年の第二次世界大戦終結後には、アメリカ映画の配給会社セントラル映画社のレクチャー部に勤務する。その後、1947年、昭和22年に映画世界社、1961年、昭和36年に映画の友社と、 会場に入社し、雑誌、映画の友の編集に携わり、映画解説者、映画評論家として活動を開始。映画の友時代の部下には、小森和子、写真部長には有名なカメラマン早田雄二がいた。なお、1951年、昭和26年に映画の友の仕事でハリウッドに向かった淀川は、東京国際空港から、 このルル国際空港へ向かうパンアメリカン航空のボーイング377の機内でクラレンス・ブラウ監督と開港し機内のラウンジで話し込んだほかハリウッドに滞在していた際にはアカデミー賞にノミネートされていた黒沢のラ・ショーモンの代理出席者として受賞式に招待された1948年昭和23年には映画好きの若者を集めて 東京映画友の会、当初は映画の友友の会を結成。1993年、平成5年まで映画の魅力を教え続けた友の会は、現在も、他メンバー主催で継続。この友の会には、以下の3つのスローガンがあり、淀川も著書内で自分の心情として書いていた。だが晩年、僕がモットーにしてた参加状なんだけれど、実は、大嘘なの。 僕は、年中、参加条に反する生き方をしていたと弟子に打ち明けた。淀川は1960年、昭和35年から1963年、昭和38年まで、ネットテレビ、現、テレビ朝日で放送された、海外ドラマ、ララミー牧場の解説で脚光を浴びた。その後、1966年、昭和41年から始まった同局の長寿番組。 日曜洋画劇場、当初は土曜洋画劇場の解説者として番組開始から死の前日までの32年間出演し続けた。番組冒頭で、はいみなさん、こんばんはから始まり、怖いですね、恐ろしいですねの節回しや番組末日の、それでは次週をご期待、お楽しみください。さよなら、さよなら、さよなら、は名ゼリフとして、 語り草とされており、子供たちやタレントの小松正夫がこれをモノ真似するなど、一躍お茶の間の人気者となった、ドラえもんが、大晦日のスペシャル版で真似をしたこともある。1968年のアニメ、怪物くん、TBS では、番組途中の解説やエンディングのナレーターとして、起用されている。番組開始当初は、さよならの回数が毎回異なっていたが、ある日、 小学生の少年から直接電話を受け、淀川さんが、さよならと何回言うかが、友達の間で毎週かけられているとの話を耳にいた。実際は、かけと言ってもただ当たったら、自慢するだけのたわいのないものではあったが、淀川は少年に、かけをするのは良くないことだと悟し、それからは、さよならの回数は三回だけにすると決めた。なお、それまで、 さよならの回数が毎回異なっていたのは、単に放送終了まで、さよならと連続して言い続けたからで、意図したものではないと本人は語っている。おまけに、解説では正面を向かっていたが、この、さよならを連呼する時だけはなぜか、斜めを向いていた。1998年、平成10年9月6日、生涯の親友であった黒沢が死去した。 黒沢の艶に車椅子で参列した淀川は、すでに自分の死も近いことを悟っていたのか、棺の中の黒沢に向かって、僕もすぐに行くからねと語りかけていたという。その言葉は、黒沢の死から2ヶ月後に現実となった。同年の11月11日午後8時11分、淀川は、腹部大動脈瘤破裂に伴う心不全により、黒沢の後を追うように息を引き取った。 89歳坊主。くしくも、淀川の父、また父と同じ命日であった。淀川は、生涯独身で、子供がいなかったため、もしは命である編集者の淀川美代子が務めた。淀川は、死の前日、1998年、平成10年11月10日にも車イスで、日曜洋画劇場のスタジオに入り、ラストマンスタンディングの解説収録を行っていた。 病気の影響で声は著しくしゃがれており、解説前にそのことについて触れた上で、今日はこんなガラガラ声で本当に申し訳ございませんと、詫びを述べていた。この日に行われた収録を、黒柳哲子が見学していた。スタッフが、淀川の体調を気遣って一回で OK を出したところ、淀川はそれを不満として、汚い。と言い、二回目の OK で頷いて、 病院からのスタジオ入りのため車椅子でスタジオを出た。淀川の最後の出演となった1998年、平成10年11月15日の日曜洋画劇場の放送では、冒頭に特別企画として、さよなら淀川長春さん89年の輝ける映画人生のタイトルで、追悼番組が約30分間流された。そして、最後の解説の映像が流れた後には、 淀川長春さん、長い間、本当にありがとうございました。というテロップが出た。ただ、淀川が死去する数年前から、日曜洋画劇場のプログラムは、視聴率が容易に取れる近来のアクション映画が中心になっており、淀川が繰り返し語っていた、良い映画を、同番組で解説する機会は減っていたと言える。淀川が亡くなってから1ヶ月後の12月13日、 青山葬儀所で一般のファンを含めた約3000人が参列して、淀川長春さんさよならの会が開かれ、淀川との最後の別れを惜しんだ。また、淀川が生前に書き残した原稿を元とした遺著が、年末から翌1999年にかけ、相次いで出された。なお、淀川の著書は、没後も、新編で再刊され続け、現在までに100冊を超えている。 晩年のヨド川は、映画だけではなく歌舞伎の美に感動し、文楽の世界に酔い、バレエの著作も出している。また、宝塚のオールドファンでもあった。大好物のステーキを味わい、温泉旅行を楽しみながら、新作映画を一本でも多く見ることが長寿の薬だった。海明は、長楽院慈悲玉井大い古で、慈しみの目で映画を長く楽しみ、 すべての映画を主力の名作として鑑賞した人という意味合いであった。淀川の死から8年後の2006年、平成18年12月20日、自身の代名詞とも言える日曜洋画劇場が放送開始40周年を記念し、淀川長春の名画解説と銘打った前代未聞の映画本編は一切収されない解説者の解説のみが入った DVD が発売されている。 この DVD には、スターウォーズや、バックトゥザフューチャーといった SF 作品から、ローマの休日のような古典作品も解説されており、特典映像として、最後の解説となった、ラストマンスタンディングの解説も収められている。この DVD を、淀川の解説不映画 DVD も、頻繁に発売され、5年後の2012年には、 淀川長春の名画解説 DX という4枚組のボックスセットも発売されている。2014年、平成26年には、Hulu のテレビ CM にポリゴン調の CG で登場した。解説については、生前の音声を加工して組み合わせる音声合成の手法が用いられている。1973年9月5日、東京では9月4日付け有観。 産経新聞の勇刊シリーズ企画、こんにちはに、淀川長春のインタビュー記事、聞き手、金子正一郎が掲載された。この記事で、淀川が、と述べた後、金子の聞き書きとして、とあり、続いて、淀川が、と述べた。インタビューの内容は、差別に反対する立場で貫かれていたにもかかわらず、部分的に、不用意な発言が、 ブラク解放同盟から問題視され、1973年秋から1974年初頭に、かけて3回の休暖会が行われた。1973年12月14日の第二回、休暖会には、ブラク解放同盟大阪府連合会の、副委員長の西岡聡や、初期次長の山中富良約100名が出席し、淀川や産経新聞編集局長の青木、 アキラたちを吊るし上げた。淀川は、私は、神戸出身で、差別の問題は、よくわかっているつもりだった。私が16歳頃、隣の奥さんが差別を受けたのを知っていると、弁解したが、ブラック解放同盟は、ヒューマニズムの観点から、落ち問題を見るから、今度のような同情、融和の思想が出てくるのだ。あなたのヒューマニズムは単なる哀れみだけであって、なぜ差別があるのかを、 根本から追求していない。まさにエッセのヒューマニズムだ。あんたのヒューマニズムは、矛盾を追求しないエセの平等思想だと、反発している。ブラック解放同盟は、ヨド川に対し第3回の9段階で、を要求し、ヨド川も了承した。産経新聞も、また社内啓発を要求され、その後、1974年暮れに差別問題を、テーマにした。 連載記事を掲載している。その折々で選出する作品等が異なるため、これらが決定校とは言い難い。キネマ旬報1967年10月上旬号、キネマ旬報増刊、ミュージカルスター、1968年。キネマ旬報1979年11月下旬号、キネマ旬報1980年12月下旬号、5 キネマ旬報1985年1月上旬号。キネマ旬報1986年8月下旬号。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。